一寸先は闇のプロ野球、絶対はありません。球界の名手巨人にもそれは当てはまります。入団6年目の2023年シーズン、キャリアハイの134試合に出場し、打率2割8分1厘16本塁打55打点を挙げ、不動の捕手の座を確立したかに思えた大城卓三選手も FA で流出する可能性があります。安倍晋之助2世とも言われる打てる捕手なのになぜと感じるファンも多くいるでしょうが、状況証拠はたくさんあります。今回は大城選手の FA 流出の噂を追跡、移籍の可能性と移籍先を考察しましょう。大城を評価してない、まさかの単年契約。3月9日に京セラドーム大阪で行われたオリックスとのオープン戦に7番キャッチャーでスタメン出場した大城選手は、1点を追う2回、2アウト1塁で打席に入り、相手先発のルイス・カスティーヨ選手からチームのオープン戦1号となるホームランをライトポール際上段に叩き込みました。146キロのストレートをうまく芯で捉えた特大アーチに、開幕に向けて順調な調整をうかがわせ、暖かい気候の中でやらせてもらえたので体の仕上がりはバッチリですとコメント。地元沖縄での春季キャンプが充実したものだったことを証明しました。2023年は大城選手にとってターニングポイントになるシーズンでした。3月に行われた WBC に侍ジャパンの一員として14年ぶりの金メダル獲得に貢献、ペナントレースでもほぼ全ての部門で自己最高となる数字を残しました。セリーグ最多タイの21犠打をマークし、盗塁阻止率3割7分3厘はリーグ2位。2023年オフの契約更改では年俸8000万円から5000万円アップの推定1億3000万円で一発サイン。まさか自分が1億円になるとは思ってもいませんでした。大台に乗ったのは嬉しいですけど、その分やらなきゃいけない責任感もあると正捕手の自覚を語っています。しかしこの契約更改には重大なことが隠されていました。2024年シーズン中にも FA 権を取得する大城選手に対し、1年に1度の交渉の場で FA の話は出なかったと大城選手は語っていたのです。そしてまさかの1年契約でサインとなりました。翌年に FA 権を取得する選手に対しては複数年契約を提示するのが普通です。球団側が残ってほしいと思っているならばです。複数年契約を提示したのに1年1年が勝負なのでと選手が言って、結局 FA 権を行使して他球団に出ていくという話はよくありますが、球団側が通常の単年契約を切り出しているとなれば問題です。複数年を提示するのが誠意なのですが、打てる捕手が絶滅危惧種になりつつある最近のプロ野球において、大城選手は貴重な存在のはずです。簡単に手放すはずないと鷹をくくっていいのでしょうか。ある巨人の球団幹部は、巨人での大城の立場は反対というほどではないのかもしれないと証言しています。これには指揮官が交代したことが大きく影響していると思われます。2023年までは全権監督とも言われた原辰徳氏が指揮を取っていましたが、シーズン終了直後、電撃的に監督更迭が発表され、長期政権にピリオドが打たれました。大城選手に限らず捕手には厳しく当たることが多かった原監督は、大城選手の配球を問題視することはありましたが、東海大の後輩ということもあってか、飼い殺しにするようなことはありませんでした。ファーストで起用する場面も見られ、目をかけていると言ってもよかったでしょう。同じ捕手の小林誠司選手は2軍に落とされることもなく、1軍ベンチに塩漬け状態。プロ入り10年でワーストの21試合出場で8打数1安打、打率1割2分5厘、0本塁打0打点だったことを考慮すれば、育
かに大城選手を重用していたかがわかるでしょう。その大城派の原監督に代わって、巨人の90年に及ぶ長い歴史の中で初めてという保守出身の指揮官に就任した阿部監督は、2024年は一転して大城選手に逆風が吹いてもおかしくはありません。実際新任指揮官は就任直後から現在のトレンドである保守栄養プランを高らかに掲げています。2023年に行われた秋季キャンプでは、投手に困ったらど真ん中に投げろと直接アドバイス。昨年の正捕手のリードを否定しているようにも捉えられかねません。今春のキャンプでは、今までのリードへの不満からか、捕手陣にストライクゾーンに構えろと指示。やはり正捕手大城への不信感を覗かせています。新監督は得てして自分の色を出したがるもの、そして前任者とは違うところを見せようとしがちです。そして自分が守っていたポジションにこだわりたがります。原監督は大城選手をメインに、岸田幸典選手を2番手捕手に据え、小林選手は3番手捕手ながら1軍の座は保証されていましたが、阿部監督がタクトを振るう2024年シーズンは果たしてどんな捕手起用法となるのでしょうか。大城選手にお前に任せるぞという場面が多くなれば余裕が生まれ、やりがいも感じ自由にリードできるようになると思いますが、逆に結果論で口を挟まれると大胆なリードができなくなり深みにはまる可能性もあります。元捕手だからこそ分かる視点が邪魔をしてしまう場合です。捕手は名監督が多いと言われますが、阿部監督がどのような采配をするかは巨人の命運を握っています。阿部監督次第で大城選手を生かすことも殺すこともできますが、くしくも阿部監督の背番号は原監督と同じ83。捕手起用法も原流を踏襲するか注目です。捕手充実の球団が多いセリーグ、比較対象が2000本安打400本塁打を達成した阿部監督だけに、かわいそうな面が多々ある大城選手。チームを勝利に導くことで捕手は評価されると言いますが、巨人はここ2年 B クラスの4位に沈んでいることも大城選手が最高に評価されない理由です。しかしこれだけ打力がある捕手は、今の球界にはオリックスの森友哉選手、広島の坂倉翔吾選手くらいしかいません。打力は球界トップクラスで、課題だった守備のスローイングも改善。それでもいろいろ雑音が入るのが巨人の捕手の宿命でしょうか。元巨人監督で野球評論家の堀内恒雄氏は、大城のように長打力のあるキャッチャーは魅力的だよ、でもキャッチャーは捕球とリードを中心とした守りが基本だからね、ゲームに出ているキャッチャーは監督の代理みたいなものだからさ、それだけに俺は大城のリードに関して苦言を呈したくなるんだ。大城はワンストライクツーストライクを取るまでの配球は球界ナンバーワンだと言ってもいいだろうが、ツーストライクを取ってからの勝負球に関しては最低と言っていいくらいのキャッチャーだと辛辣な意見を述べています。ヤクルト、巨人、 DeNA で活躍したアレックス・ラミネス氏も、大城は1年間レギュラーでプレーすれば15本から20本塁打、50から60打点、打率も2割6分から2割7分くらいは打てる、投手陣をどうコントロールするかが重要になると言及。日本ハム、巨人、中日 OB の小笠原道博氏も、大城は今の打撃成績を残しながらインサイドワークを含め捕手のレベルを二回りも大きくなればベストと語っています。いくら打とうがインサイドワークでイチャモンをつけられてしまっては、 FA 宣言をして他球団の評価を聞きたいと思ってもしょうがないでしょう。大城選手が打てる捕手から勝てる捕手になれば、こんな外野の声もかき消されるのですが、2023年の契約更改の時、2024年にも FA 資格が得られると聞かされ、いや今言われて初めて知りました、俺来年 FA なんすか、
何も考えてないっすよと話すなど至って無頓着な様子でした。そんな大城選手が万が一 FA 宣言に踏み切ったら、果たしてどの球団が大城選手の獲得に名乗りを上げるのでしょうか。球団ごとに検証してみます。まずありえないのが阪神でしょう。リード面で高評価の坂本誠志郎選手がおり、梅野龍太郎選手も控えている状態ですから名乗りを上げる必要はありません。坂本選手を見ているとチームが勝てば捕手は一気に評価されるものだと痛感せざるを得ません。大城選手も日本一になれば手のひらを返したようにベタ褒めされると思うのですが、同じ打てる捕手がいるという点で広島も除外されるでしょう。もともと広島は FA にはほとんど参戦しない球団でもあります。中日は木下拓也選手や宇佐美慎吾選手が併用されています。宇佐美選手はご存知、元巨人の選手。同じ左打者の大城選手が成長してきたことにより日本ハムにトレードされた過去があります。再び宇佐美選手と大城選手のキャラかぶりは考えられません。戸柱安隆選手や伊藤光選手らベテランに、将来有望な松尾志音選手や、いよいよ覚醒の予感が漂う山本雄大選手など保守の層は厚い DeNA も考えにくいでしょう。侍ジャパンの胴上げ保守でベストナインやゴールデングラブ賞を受賞した球界を代表する保守の中村悠平選手も2024年で34歳のベテランになります。そろそろ後釜を用意しなければなりません。21歳の内山壮真選手が2023年には94試合に出場し6本塁打をマーク。ネクスト中村の期待もかかりますが、出場機会を求め外野やサードにも挑戦しています。内山選手が他のポジションに定着するようなら大城選手の需要も高まりそうです。 FA の亡者ソフトバンクの動向は、同じセリーグよりもパリーグの方が移籍するなら可能性は大きいかもしれません。 FA といえばこの球団ソフトバンクです。2023年オフも問題児の山川穂高選手をいろいろ批判がありながら西武から獲得。さすが FA の亡者というところを見せつけました。キャノンと称された抜群の強肩を誇る甲斐拓也選手が正捕手を務めていますが、やはり打撃が課題です。2023年は139試合に出場し打率2割2厘10本塁打44打点でした。4度の2桁本塁打をクリアするなど一発のあるバッティングは魅力ですが、大城選手の長打力とは比べるべくもありません。打率に至っては2019年に2割6分をマークしましたが、それ以降は2021年の2割2分7厘が最高で1割8分の年もありました。甲斐選手の守りに大城選手の打撃を持つ選手なら苦労はしませんが、そう都合よくはいきません。ソフトバンクが大城取りに動いても何ら不思議はありません。巨人は2020年以来優勝から遠ざかっていますが、ソフトバンクも同じ2020年から3年間勝利の美酒を味わっていません。2020年の日本シリーズで両球団が対戦したことは遠い過去のように感じるほどです。巨人は FA で他球団の選手を乱獲するようなことはなくなりましたが、ソフトバンクは違います。80億円補強などを敢行。日本ハムから近藤健介選手、メジャー経由で有原航平選手、ロッテからロベルト・オスナ選手、そして西武から山川選手など容赦ない補強を繰り返しているにもかかわらず優勝を逃している低たらくです。もし2024年もペナントを勝ち取れないような事態に陥れば、大城取りに動く公算はないでしょう。2022年オフにDeNA から嶺井弘樹選手を FA で獲得しましたが、2023年は44試合出場で打率2割6厘に終わり、補強というには程遠い状態。大物捕手にターゲットを絞るべきでもあります。
くしくも甲斐選手は1992年生まれの31歳、大城選手は1993年早生まれの31歳、同学年の捕手でもあります。大城選手を獲得し、甲斐選手の尻に火がつけばチーム内も活性化されます。 FA 大城選手の獲得球団最右翼はベタですが、やはりソフトバンクでしょう。2023年、西武から FA で森友哉選手を獲得したオリックス、見事リーグ3連覇を達成しました。左の強打の捕手はすでにいますので、大城選手に触手を伸ばすことはありえません。楽天を戦力外となった炭谷銀次郎選手を呼び戻した西武、これという正捕手がいないことを考えると、大城選手は獲得したい戦力です。ソフトバンクとは真逆の FA 流出球団の西武、何年か前までは山賊打線を形成し猛威を振るっていましたが、そのメンバーのほとんどがチームを去っていきました。楽天に浅村栄斗選手、オリックスに森選手、ソフトバンクに山川選手など、同じパリーグというのがファンの心に突き刺さります。森選手の代わりといってはなんですが、大城選手を獲得できればすっかり様変わりした打線に芯ができます。4番抜擢も十分考えられるでしょう。出ていくばかりで FA で入ってくることは稀な西武ですが、大城選手は取って損ない選手、リードをとやかく言われることのない環境になり、打撃も配球も伸び伸びこなせるかもしれません。捕手手薄な楽天、トレード友達の日ハム。若手と中堅の捕手がしのぎを削るロッテ、大城選手が入団すれば即レギュラーも可能です。佐々木朗希選手の完全試合をリードした20歳の松川虎生選手、 FA 権を行使せずチームに残留、強気なリードで投手陣を引っ張る29歳の田村達弘選手、2023年は103試合に出場した26歳の佐藤俊哉選手と、バランスよく年齢がばらけているロッテの捕手陣。しかし決定的な力は持っておらず、どんぐりの背比べ状態です。将来的にはドラフト1位入団の松川選手に正捕手の座にドカッと座ってほしいと思われますが、今のところはそこまでは至っていません。巨人ブランドにすがるロッテが大城選手に白羽の矢が立つことも考えられます。正捕手が不在なのが楽天、支配下登録の捕手は5人しかいません。2023年は太田光選手が104試合出場、安田悠馬選手が53試合出場、手薄な捕手陣でしたが、炭谷選手を戦力外にしてしまいました。大城選手からすると、入団すれば最も正捕手が確約されている球団といえます。2023年オフは補強なしに終わったチーム、楽天モバイルの赤字が親会社の利益を食い潰しているとも言われ、野球にお金を費やす余裕はないようです。大城選手にとっては移籍すれば出番はありますが、手を挙げる可能性は少ないチームです。最後は巨人とも太いパイプがある日本ハム。両チームの間では過去何度もトレードが行われ、戦力外になった選手を拾ってあげるなどお友達関係にあります。これまでなら日本ハムから巨人に FA で移籍することはあっても、巨人から日本ハムに FA で行くことは皆無でした。ところが新球場開場で懐が温まったのか、新庄剛志監督の意向なのか、日本ハムは積極的に FA 戦線に参戦しています。2023年オフもオリックスから FA した山崎福也選手を獲得するという大どんでん返しを演じています。巨人も山崎取りに動いたと言われるだけに、今まででは考えられない山崎選手の選択でした。日本ハムは2022年オフには同じくオリックスから北海道出身の捕手である伏見トライ選手を獲得しています。伏見選手の他にもマルティネス選手、ルーキーの進藤優也選手、強肩の田宮優亜選手、清水雄志選手などよりどりみどり、捕手を補強する必要はないようです。しかし何を仕掛けるかわからない日本ハム、コンバートも含めてあっと驚く起用法を練っているかもしれません。
大城取りのダークホース的存在です。いろいろ批判を浴びることが多い大城選手ですが、打力は一級品で巨人残留が基本線です。しかし2024年シーズン、チームが低迷し大城選手のリードがやり玉に上がるようなら、巨人不動の正捕手はチームを去る決意を下すこともあるかもです。巨人の生え抜き選手が FA で国内球団に移籍したのは、 FA 制度が導入された1993年オフ、駒田則弘選手以来いません。駒田選手は当時の長嶋茂雄監督と軋轢が生じ、横浜に移籍することになりました。二軍監督時代は昭和的スパルタ指導と揶揄された阿部監督、一軍の将となり方針を一変させ、キャンプなどでも選手に寄り添う指導を取り入れています。自らの後継者大城選手の扱いを間違わなければ、駒田選手の二の舞は避けられます。そして何より優勝さえすれば全てが丸く収まります。2024年シーズンオフは名捕手大城と評価されていることをファンは願っています。